はい、日本百名山大学生のさんちゃんです。私、10年間の登山歴と日本百名山の全山登頂っていうのをやってるんですけれども、今日はですね、登山とマラソンの掛け合わせは最高の趣味ですと。いったところでお話ししていきたいと思います。私ですね、これまでフルマラソン4回走ってまして、最高タイムは3時間16分といったところになってます。まあまあ早い方だと、自分では感じてはいるんですけれども、そんな私ですね、まあ5年くらい走ってますので、これすごい登山にいい影響があったなっていうところで、皆さんにですね、この考え、ちょっとお話ししていきたいと思います。で、なぜマラソンなのかっていうところなんですけれども、マラソンっていうのはですね、具体的にしっかりこう目標を定めることができるんですね。これすごい登山と似てて、登山であれば山頂ですよね。山頂が多分皆さんの目標になっているかと思います。で、マラソンっていうのはですね、タイムとか、あとはもう完走とか、この二つのですね、目標あるというところで、具体的にそのゴールが見えやすいというところでいいのかなというふうに思ってます。で、やっぱり目標がないとですね、人間って意外と動かないものなので、まあ私もそうなんですけども、もう明確にですね、例えば、完走してみたいとか、この時間で走ってみたいとか、そういったところがですね、あると、やる気が出てですね、練習しやすくなるかなというふうに思ってます。で、これ私の実体験なんですけど、マラソンの練習をすると登山が楽しくなって、登山をするとマラソンが速くなるというですね、どちらにもいい効果があるので、そこもおすすめかなというふうに思っています。で、ここ一番すごい大切だなと思ってるんですけども、日本の登山においては体力ってものが一番重要なんじゃないかなというふうに思ってるんですね。で、これなんでかって言いますと、日本の登山ってほとんどその岩場とかを登るような技術ではなくてですね、ほとんど距離を歩けた人がですね、山頂にたどり着けるようなルートが多いんですよね。まあ私、日本百名山登ってるんですけども、その時にですね、結構ご年配の方からこういった意見もらうんですよ。その君は若いからここに来られていいねと、体力があるうちに来られてよかったと。私はちょっともう体力が落ちてきてるから、最後のまあ百名山まで行けるかわからないって、90座ぐらいまで行った人がですよ。私にそういうことをよく言われるんですよね。で、それぐらい、やっぱり体力っていうのは重要なんだと。本当に90何座まで行って、最後登れるか登れないかっていうのは、本当に体力、勝負の山しか待ち受けてないといった状態なんですね。で、例えば2泊3日とかでもうずっと歩くとか、そういう山に関してはもう本当に体力一つなわけですよ。ですから、やっぱりそのマラソンっていうものをやっていくと、その足のやっぱり筋肉とか持久力つきますから、いいんじゃないかなというふうに思ってますね。で、どうしてもですね、体力がないと、やっぱりこう下を向いちゃったりとかして、今どこ歩いてるんだろうとかもわかんなくなったり、その心の余裕もなくなってしまうので、やっぱり体力つけることによって、自信を持ってですね、登山の計画達成できるだろうなといった気持ちでも動けると思うので、そういったところにも、いい効果があるかなというふうに思ってます。で、具体的にですね、どんな練習するかなんですけども、毎日走ってくださいって言われてもですね、かなり難しいと思います。ですから、最初はその週に2回、3日に1回ぐらいですね、ちょっと家の周り走るぐらいから始めてみてはいかがでしょうかといったところですね。私もそれぐらいから始めました。ちょっとしたその田舎の道をですね、走ってから、で、徐々に距離を伸ばしていって、その距離がですね、だんだんと長くなっていって、最後20キロぐらいまで行ったんですけども、毎日走ることはしませんでした。というのもですね、毎日走ってると、例えば仕事とか勉強とかっていうのにも影響出てくると思うんですよ。私20キロ走ってて、その後大学の授業を受けてた時とかってほとんどもう瀕死状態ですよね。もう具合悪くて仕方なかったんですけども、そういったこともありますから、3日に1回ぐらい。で、怪我もですね、しやすくなってしまうので、本当にしっかり筋肉が治ってから走るようなぐらいの気持ちでいいんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱりこれってすごい継続が大事なので、1日でですね、ものすごく足が速くなったりとか筋肉つくってことはありませんから、だいたい3年スパンぐらいでですね、ゆっくりゆっくりやっていったら、かなりの体力つくんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。で、注意点としてなんですけども、私もこれにですね、ハマってしまったんですけども、マラソンやることはいいんですけども、タイムにですね、こだわりすぎてしまうと。これはですね、非常に多分多くの人が、ハマる罠でして、これにハマってしまうとですね、もうとにかく怪我するまで走ったりとか、とにかくその自分を追い込んでしまって、なんかこう本質を見失ってしまうとか、そういうことがあります。ですからゆるーくですね、やっていくっていうのが大事なのかなというふうに思います。私は今、現状目標はあまりないんですけれども、週に2回ぐらいですね、冬場は短距離50メートルぐらいのところを、ダッシュ10本ぐらいすると。
これだけでも結構ね、ハーハーいますから、そういった形で続けています。錆びないぐらいの体の作りを毎日しておこうみたいな形で心がけてます。なので、錆びてしまうとなかなかやっぱり登山って厳しくなってしまうんですよね。で、登山って毎週行けるかっていうとそうでもないと思いますので、やっぱり日頃の体力作りっていうのが、その一回のですね、登山に試されてしまいますので、なるべくですね、体を動かして、いつでも動ける状態、保っておくっていうのが重要かなというふうに思ってます。はい、ということでね。まあ私結構若いから登るの早いんだろうって言われることは多いんですけれども、実際のところやっぱり少なからず、まあ若いのはありますけども、それなりのトレーニングはしてますよというところで、まあちょっとしたこう、おすすめというか、皆さんのですね、例えば遭難のリスクとかもやっぱり下がりますし、登山の楽しみですよね。やっぱり歩けるっていうのはすごく自信になります。で、まだ見たことないですね。遠くの景色っていうのも眺められるじゃないかってですね。思えるってだけでも、すごい心にですね、こう、希望というか、潤いがあると思いますので、ぜひともですね、取り組んでみてはいかがでしょうか。私のチャンネルでは、登山のこととか、大学生のこととか、いろんなことをお話ししてますので、ぜひともチャンネル登録の方と、グッドボタンの方、よろしくお願いいたします。下の概要欄にですね、私が書いているブログなんかもありますので、こちらでですね、各動画のまとめなんかを、書いています。もしですね、振り返ってみたいとか、ちょっと要点だけ見てみたいなという場合はこちらの方をチェックしていただけると嬉しいです。今日もありがとうございました。お気をつけていってらしてください。